私のメイク雑なんですけど、まずこちらのキュレルの化粧水で保湿します。
1102オリーブブラウンを使ってます。楕円形の芯ですね。見えたかな、合わないか。こちらで眉毛描いていきます。眉毛ってもう顔がすごい決まりますよね。眉毛で、眉毛一番こう時間かかります。めんどくさいです。綺麗に描いてる人はね、全然余裕ですけど。はい、で次眉マスカラを塗る。眉マスカラを塗る前にちょっと一度ファンデーションで軽くぼかします。薄くつけて軽くぼかします。位置とかやっぱり人によって違うと思うんで、こう自分の好きなように入れてください。でチップで入れることもあれば、もっと細く入れたいときはこんなダイソーの細いブラシでこう涙袋の線入れることもあります。気分です。サナエクセルスキニーリッチアイシャドウの SR01 番ベージュ
チュブラウンです。こちらのこの一番明るい色を取って眉から下のこうアイホール全体にバーッと広げます。でアイライン、シャドウの際にも際までのせたいので、その時はチップを取ってこうキワキワをちょっとね軽くキワキワも塗っていきます。でしっかりメイクしたい時はこの色とかものせたりするんですけど、もう最近の普段メイクそんな濃くしない時はこの色だけで、どこに立体感とか出さずやっています。でさらにですね、この色まだまだ使うんですけど、この色を小指にとって目頭と涙袋のところにも乗せますよ。目頭と涙袋、こっちも目頭と涙袋ですね。しっかりメイクの時がそうかなって感じですね。これ声ちゃんと入ってるのかな、ちょっと声ちっちゃいかもしれないんですけれども、申し訳ございません。まあ、こういう色とかもしっかりメイクの時は使ったりするんですけど、この色に関してはこう目がアイライン代わりに使いたくても結構粉飛びがしちゃう気がして、私は基本この色はスルーしてます。
チュラルメイクにするときは最近はオペラのコーラルピンクか、このちょっとこれすごい映っちゃいそうなんであんまりお見せできないんですけど、ちょっとかなりね反射しちゃうのでお見せできないんですけど、パラデューさん、セブンイレブンさんのブランドですね、パラデューさんのリップティント RT01 番っていうのもすごいオペラにそっくりだっていうのをネットで見かけて気になって購入してみたんですけど、それの赤色レッドですね、こちらレッドをナチュラルにしたいときは塗ってます。なんかこうやっぱりコーラルピンクとかだと明るすぎ、なんか私には明るすぎて、こうメイクによっては普段のナチュラルメイクにはちょっと馴染みが悪いかなと最近思って、これをちょっと薄くつけてます。でもしくは外出とかしっかりするときはこちら、最近お気に入りですね、リンメルさんのこちらです。リンメルさんのプロボカリプスリップカーラー、リップカラーの730番、こちらすごく気に入ってて本当に色落ちがしにくいんですよ。ただ注意点としては結構あの唇が皮がめくりやすかったりザラザラしたりしやすいので、まあ、それが全部落ちきっても色が結構ナチュラルに残ってくれてるんですけど、あのポイントは濃くつけずにこう薄くちょん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 と唇にのせてからこう指で